まだ生きてんな。ほら。俺にザグスティンを使わせるなんてなかなかやるじゃないか。ブリーチしたね。なるほどな。戊辰の民だったか。深部の動きな。また開いてる。ダッフルですか。大したものですね。お前セットアッパーだな。セットアッパーダウン。残念ながら俺のリボルバーには勝てなかったようだ。すごいな、このアダールは。ほう、急に湧き出したな。どこで弾け飛んだ？どこに吹っ飛んだ？あまりにも巨峰すぎてどこに飛んでいったか分かんなくなっちゃったわ。
いや、ダメ、まだだ。まあでも1キル進んだ。本当に胸に当たったら一発だったわ。PMC 殺しちゃった。ごめん。なんかごめん。判断としては偉い。スカブと PMC に挟まれてるんだったらスグレを投げるのが正解。だが甘い。俺がそこに穴が開いているというのを知らないとでも思ったか。多分このゲームそういう情け容赦ないマッチングしてるから、別になんだっけ、 MMR であってもスクワットに出くわす可能性がしっかりある。スクワットどころかめっちゃやべえやつに出くわすものも相当あり得るからさ。死んだの？もしかして。PMC 負けましたね。死んじゃったね。せめて亡骸だけは拾っておこうか。銃口曲がってタイヤだ。こいつか。君の亡骸だけは拾っておくよ。11歳か。詰まってるわ。ディディーター。よいしょ。止血剤持ってない？ディディーター。お、砂糖。この家は砂糖があって偉いね。ミルクもあって偉いね。ミルク尽くしだね。なんかめっちゃ近くない？やだよ、笑うなと見たくないよ。しかもこの時間に落としてくるっていうことは PMC の可能性がめっちゃ高いからな。
れ？このさ、ケアパケって、なんだ、フレア焚かなくても落ちてくることってある？ランダムもあります。なるほどね。フレアがあったら必ず、フレアを出さないと落ちてこないのかと思った。ケアパケって、ランダムもあるんだ。いいぞ、進んだな。いいスコアとだったよ。